うちのような地域に限って言えば、業者主導というよりも地域ベースの地域に根ざした形の方が効率的で効果的なんじゃないかなと思います。11番熊坂正宗です。本日は2点について通告をさせていただいております。まず1番、地域交通についてということでお伺いしたいと思います。簡潔に書いてありますので、いろいろ答弁によっては広げていきたいという思いでこんなふうに書いてありますので、ご理解をいただいた上で、ご答弁いただければというふうに思っております。まずコンパクトシティ化を考えた地域交通の将来的方向性についてをお伺いします。まず括弧1番として、ライドシェアの可能性についてということでお伺いします。答弁を求めます。議長。石丸市長。まずは抽象的な質問に対してバクッとお答えするところから始めていきたいと思います。この質問であれば部長に任せるべきところですが、時間が惜しいのでここでお答えします。秋田型のような過疎地域においてライドシェアは有用だろうと考えています。故にこれまで国交省の大臣政務官や担当課長へ、要望や意見交換を行っています。またライドシェア導入を積極的に検討する自治体で組織してある自治体ライドシェア研究会への入会手続きを現在進めているところです。答弁を終わります。熊高議員。今市長おっしゃったように国の方の動きもですね、加速しつつあるという状況です。政府のデジタル行政、行財政改革会議で2023年昨年の12月20日ライドシェアなどの規制緩和の中間取りまとめを公表はされております。そういった中で4月から今年の4月からですね、新たなそういったタクシーが不足する地域、そういったところにライドシェアの可能性を探るという、そういう状況になっております。秋田方でも、川根とか緑町の地教寺、そういったところで、地域交通を担っていただいておりますけれども、それさえも今後の状況というのは、そういった運行する地域の皆さん、そういったところには限界が来ていると思うんですね。そういった形で、このライドシェアがすぐ該当するとは私も思いませんが、とりあえず今市長おっしゃったように、国等の関係で話をされてきたということですが、まず秋田方市の地域でそういった実証実験をするというようなお考えはありませんか。答弁を求めます。議長。石丸市長。実証実験ができるんであれば早くしたいというふうに考えます。ただ今お話しあった通り、この4月から限定的にライドシェアがそれこそ実験が始まります。実験されます。で、今のところタクシー事業者業界が主導する形で認めていくという論調なので、相当に時間がやはりかかるんだろうなと。そしてなかなか解禁されないんじゃないかなという懸念は持っています。ただできる段が来れば、状況が揃えば早速取り組むべきだという考えです。答弁を終わります。熊高議員。秋田方市は当然人口5万人以下の小さな市ですから、その辺が可能性としたら大きいのかなということで見ておりましたが、大都市の方がむしろ、ライドシェアの需要を求めるという形が多く、それぞれの組長も大きな町そのものがそういったことに移行するということですが、これはインターネットの時代なので、そういった利便性ということも含め、あるいはさっき市長おっしゃったようにタクシー業界そのものも、運転者が不足する、あるいは今通常の運転資格さえも80歳以上はもう
免許返納してくださいという、まあ、時代になってきておりますが、タクシーの運転手さんはむしろ80歳を超えても運転手をされているというような現状もあるので、まあ、そういったところから大都市圏もあるんだろうなと思います。ただ秋田形市のようなこう中山間地域で、それが可能になるかというのは、そのライドシェアそのものも、まあ、逆にさっき市長おっしゃったようにタクシー事業者と連携しないと逆にできんのかなというふうに私は見ておりますけども、まあ、その辺を市長はどんなふうに見込みをされているのかというのをもう一度お伺いしたいと思います。答弁を求めます。石丸市長。はい。業界の思惑というのは何とも読みがたいんですけども、私の受け止め印象としてはやはりこの、そうは言ってもです、運転手の課題はあるにしても業界の抵抗というのは相当に強いんじゃなかろうかと見ています。だからタクシー業界主導の解禁論にしかなっていない。でその結果大都市ですよね、事業者が集中してますので、そこでの議論が先行しているという状況だと見ています。が実態としてはうちのような過疎地域の方が公共交通弱体化していますので、早期な導入が求められるというふうには思っています。なのでそのギャップですね、そこの乖離が今後、まあ、国の議論でどう進んでいくのか埋められていくのかというところを注視するしかないかなという見立てです。答弁を終わります。議長。熊田川議員。まあ、まさにそこのところがですね、非常に今後の展開として難しいということになろうと思いますが、まあ、むしろそうであれば事業者主導型のこう仕組みを作っていくという形の方が、まあ、おっしゃるように早く具体ができるのかなというふうに思っています。まあ、現在先ほど申し上げた川根とか地教寺、ここらは、まあ、地域振興会が主体的にやっていただいておりますので、まあ、一般的な視点で言えば NPO とかそういったものが、主体になっていくというのがライドシェアの一部の考え方ですが、まあ、日本で言えば日本というかこれからの展開とすれば事業者協力型というんですかね、そういったことが見込まれるのではないかということですが、まあ、そういった観点で、タクシー業界との接点というのはまだ持たれていないという状況ですか。お伺いします。答弁を求めます。石丸市長。はい、はい、個別に業者にこの話はしていません。ただご承知だと思うんですけども、うちの公共交通のかなりの部分が業者と連携してやっていますので、当然問題意識は共有をしています。で日本は必然的に業者主導になるのかなと、なっている、これからなっていくのかなと思うんですが、そもそも例えばアメリカ、ウーバーであれば本当に個人事業主なんですよね。町の人が自分の車で人を乗せて運んでいると、まあ、白タクですが、その状況でそっちの方が利便性は高いなという、これは印象、感想を持っています。非常に便利でした。なのでこの業者とももちろん相談はしていくべきなんですが、うちのような地域に限って言えば業者主導というよりも地域ベースの、地域に根ざした形の方が効率的で効果的なんじゃないかなと思います。答弁を終わります。はい、議長。はい、熊高議員。確かにウーバー社が今日丹後市の方にですかね入って、16人ぐらいのスタッフでやってるということが、まあ16年ですから、もう8年ぐらい前ですか、これから始まっておりますが、まあ、タクシー等も広島の方でも、まあ、ウーバーとかそういった形で、タクシーを呼ぶというのも、もう若い人を中心にかなり進んでますので、まあ、そういった意味では都会の方が先行するのかなというのも、うなずけるところがありますけども、やはり私たちがこの秋田形で考える場合は、
利用者の視点でやはり考えるべきだろうというふうに思うんですね。私たちが議会の議員懇談会でお話が出るのはやはり土日そういった時に、例えば NPO が運営するそういう運行事業、そういったものがなかったりすることが多いんで、その土日の出入りがしたいということでいろいろご意見もたくさんありました。それを解決するにはやはりこういった仕組みが必要なのかなという思いがするので、ここらは素早く、国とも協議されているということなんで、まずは実証実験、例えば緑の地球寺とか川根とか、先行してやっておるところ、ここらと連携すれば一番早く流れができるのかなという気がしますが、その辺を取り組むという方向性というのは今のところ市長はどのように見込みをされておるのか改めてお伺いしたいと思います。答弁を求めます。石丸市長。はい、冒頭の答弁でライドシェア導入を積極的に検討する自治体で組織する研究会に入るとお伝えした通りです。法整備を踏まえながら可能な限り早く導入をしていきたいと考えています。答弁を終わります。委員長。はい、熊中議員。地域交通については あと2つほどありますが、ライドシェアとも当然関連も出てくるんで、後ほどの議論の中に含まれてくる場合もあろうと思いますが、それはその時にまた重ねて関係性をお伺いしたいというふうに思います。